太后殿がいよいよ死が明日に迫ったとご自分でも覚悟をされた時、このそろり新左衛門を呼んで打ち明けられたわい。お主に盗まれた翡翠の玉を取り戻せるものなら取り戻して天守閣のシャチの目にはめたいと申された。取り戻せはせぬ。二つの翡翠の玉は二羽のカモメとなって遠い海の彼方へ消え去ってしまった。わしはその時返答はいたさなかった。なぜ？腹水盆に帰らずと申すわい。どういうことか？正解。つまりな、ひっくり返した水は元通りにはならないということだ。そりゃそうだな。わしはいずれ天下は徳川家康のものとなると見たのでな。つまり豊臣は滅びるのだ、秀頼の代で。あれ、せっかく取ったのに、どうしてだ。お主たちもただ一度の人生じゃ。悔いのないようにその人生を送るがよかろう。政界にはこの老人の言葉が胸に染みた。ただ一度の人生の大切さを知っている者は命の尊さが分かっている。だから釣った魚を再び放してやったのである。そろり新左衛門殿、ご教訓ありがたく存じます。政界は心から一礼したが、日本語のよくわからない民国少年の重蔵には納得できなかった。しかしこの老人が普通の人間ではなく何かを悟りきっている賢い人であることは分かった。ありがとう。重蔵も頭を下げた。見たところ追っ手の気配もないようじゃ。岸まで送って死んぜよ。かたじけない。そして二人は京都に近い川岸で新左衛門と別れた。三好政界と筧十三は一旦京の都に入った。へえ、京都か。綺麗な町ね。正解。あの橋は何というか。三条の大橋だ。三条橋。あ、正解。雨屋が行く。あ、花売りだ。十三、よせ。どうしたか。困った顔だ。うん。なんでそんな悲しい顔するか。さっお前これからどうする。どうするかね。わからないだろうな。と言ってわしが連れて行くことはできないしな。なぜだ。なぜってお前、わしだってどこ行くか決めてないのだ。正解はまだ日本語も満足に喋れぬ民国の少年を見合って行くべき道に迷った。そりゃわしだってお前のことは気に入ってる。お前はいいやつだ。正解。なんだ。私のこと構わないでいい。うん。心配しないね。言葉よくわからないが私平気。うん。正解の邪魔になりたくない。そうか。さよなら。体に気をつけろ。はい。正解は別れがたい気持ちを振り切るように握った手を離し橋を渡った。
橋を渡りきったところで青海は振り返った。十三の姿はなかった。青海は突然激しい狼狽に襲われた。自分でも収拾のつかない気持ちであった。十三、お前本当に行ってしまったのか。バカなやつ。十三、十三、戻ってきた橋のたもとのどこにも十三の姿はなかった。ふん、勝手にするがいい。青海はこれでいいのだと無理に思い込もうとした。そして肩を落として戻りかけた時、青海、十三、私バカでない、ここにいる。こいつ隠れてたのか。青海、いい人、きっと戻る思ったよ。ぜ、いい気なもんだ。いい気持ちね。ボコ。二人は肩を並べて橋を渡っていった。もう別れるつもりはどちらの気持ちにも全くなかった。青海と十三は三条河原へ来た。三条河原には様々な芸人が客を集めて大変な賑わいを見せていた。中でもお国歌舞伎の小屋はおすなおすなの大盛況であった。形優に優しく袖を翻す装いに見る人心を惑わせる。出雲のお国がこの三条河原に小屋掛けし歌舞伎興行をしてもう3年以上経つが、その人気はいよいよ高まるばかりであった。華やかな美貌と玉を転がすような美声と袖と裾を翻すあだ名男姿の舞ぶりが観客を魅了濃殺していた。太閤秀吉も伏見城へ招いていたし、女院御所公家館でもそのあでやかな歌舞伎を披露した。